バキの死の二交渉はその身一つでバスケットボールを破裂させられる。その最大の武器は鍛え抜かれた指で、死の技巧賞は人の視神経を切断し、意図的に相手を失明させることができる。その技は紐切りと呼ばれ、師匠と二人三脚で磨き上げた死の技流空手の極意。彼の紐切りを見た師匠は自身の指を切り捨て、師匠は引退してしまった。また死の技巧賞の強さは指技にとどまらず、裕次郎の裏剣をかわすこともできる。そんなしのぎ交渉だが、死刑囚との戦いに召集されなかったことを気にし、烈海王に勝てると豪語してしまったことがある。